患者さんが気づかないうちに進行してしまっている場合もあるし、重度になったら手術って選択肢も考えないといけないので、早め早めの治療が大事です。皆さんこんにちは、院長です。今日は中耳炎という病気についてお話しさせてもらいたいと思ってます。中耳炎って聞いたことありますか？動物で中耳炎って診断されるの結構少ないと思うんですけど、人ではよくありますよね。お子さんとか耳痛いとか聞こえにくいとかって病院行ったら中耳炎ですよって言われたこともあると思うんです。実際動物は耳が聞こえにくいって言ってくることがないので、もしくは耳が痛いって言ってくることがないので、中耳炎って診断されること少ないと思うんですけども、これを放置しとくと耳の中に大きなしこりができちゃって、しこりですごく痛くなったりとか、顔面神経って神経が麻痺したりだとか、ご飯食べづらくなったりとか、呼吸しんどくなったりとか、そういうことも起こってしまいます。なので中耳炎っていう病気のことを正しく知ってもらおうと思って、今日は病態とどういう検査するか、あとはどういう治療するか、どんな風に今後なるのかな、予後について解説していきたいと思います。中耳ってどこにあるか知ってますか？耳毛が生えてるとこじゃないですかね。耳毛が生えてるとこ結構ワンちゃんは耳毛生えてます、うん、でも確かに鼓膜の近くから耳が生えてることはあるから正しくはない。耳は外耳、中耳、内耳の3つの構造からなってます。外耳っていわゆるこの耳の部分ですね。耳と耳の部分から耳道って言って、耳の穴から鼓膜までが外耳っていう部分です。音を集めてくれて鼓膜まで届ける部分が外耳っていう部分で、中耳っていうのはその鼓膜から音を感知するとかまでの細かい骨が3つぐらいあるんですけど、この骨が組み合わさってる部分、あとはちょっと保湿法って袋もあるんですけども、ちっちゃい音を増幅して聞こえやすくする部分が中耳になります。外耳は音を集めるところ、中耳は音を増幅するところで、内耳っていうのがさらに骨の内側にあって音を聞くところです。というわけで中耳はどこでしたっけ？中耳は音を増幅させるところ。素晴らしい、それで OK です。なので、見えてない部分ですね、全然細かい内側にあるから当然外から見えないし、皆さん症状にも気づきにくいと思います。中耳っていうのは外耳とつながってるから、当然外耳炎が起こってると鼓膜を境に中耳も炎症を起こしやすくなっちゃいます。中耳炎が起こってしまうと外耳炎から中耳炎に波及している場合は鼓膜に穴が開いてるケースもあります。僕らが鼓膜が穴開くとちょっと音聞こえにくいなってボワーンとした音になっちゃうけど、ワンちゃんや猫ちゃんの鼓膜穴開いてるかどうかやっぱり分かりにくいことが多いので、まあ、聞こえてるかどうか分かんないですよね。中耳炎っていうのは気づかないうちに外耳炎になってしまっていることも多いです。ポリープって言って良性のしくりがあって、それが中耳炎を引き起こしてしまっていることもあります。症状で言ったらどんなものがあるんですか？中耳炎の症状は、皆さんお子さんも中耳炎の症状って見たことあるかもしれませんけど、耳聾って言って耳だれが出てくることが多いです。例えば耳の匂いが左右さーってもうすごく中耳炎が起こってる方が臭いとか、耳の中から黄色っぽい液体がドローって出てきてるのが耳の表面に見えたりします。あともちろん痛みって言われるものもあるので、耳をこすりつけたりだとか、で耳かいたりだとか、もちろん中耳炎が重度になってくると中耳より内側の内耳とかにもやっぱトラブル出てしまったりするので、耳気にしすぎても頭こうやって傾けたりだとか、耳がずっと垂れてますよみたいなこともあるし、重度になってくると神経圧迫しちゃったりするので、顔面神経がこっちの顔だけ全然動かへんとか、顔面神経麻痺したら目がダラーンと垂れ下がってきたりとか、口角もダラーンと垂れ下がっちゃったりとか、一つ分かりやすいのは耳の高さが左右ちょっと差が出たりします。特に立ち耳の方なんかはこっちは立ってるけどこっちはちょっとだけ低いとか、よく見ると顔の周りのちょっと表情動きにくいなみたいなことも重度になったら起こってしまいます。どうやって先生は診断してるんですか？まず飼い主さんから詳しく話を聞くことが最重要です。さっき言ってたような症状ですね、耳かく仕草だったりとか、頭傾いてないかだったりだとか、気にしてないかなって症状をよく聞きます。その上で耳鏡って言って耳の穴を覗く機械でなんか確認して、炎症起こってないかなとか、リードっぽい耳だれ出てないかなとか、鼓膜が破れてないかなとかを確認します。顔面神経麻痺だったりだとか、呼吸しにくいみたいな重篤な症状が出てる場合は、中耳の中どうなってるかなっていうことをやっぱり麻酔かけて CT 撮ったりとか MRI 撮ったりだとか、あとはオトスコープって言って耳の中を内視鏡でなんかしっかり覗いていって、どういう状況かなっていうことを肉眼的に確認したりしてます。中耳炎って診断されたら、薬だけで治るもんなんですか？もちろん抗生剤を使って治ることもあり得るけども、しっかり洗うことが大事です。外耳から鼓膜が破れてたら中耳までまずしっかり洗浄する、それがまず大事です。だいたい細菌感染が悪化させていることが多いので、どんな菌がいててどんな抗生物質が効きやすいかなっていう細菌感受性検査っていう検査をして、それに沿ったよく効いてくれる抗生剤を使うことが多いです。やっぱり抗生剤だけで、もしくは耳の洗浄だけ治らない
ないっていうケースもあるので、その場合は麻酔かけて例えば鼓膜を切開して中までしっかり洗浄したりだとか、鼓膜だけの切開ではうまくいかなかったら呼出法って言って手術の中の空間が液体溜まっちゃうところを耳の外から切開して骨に穴開けて外から洗うみたいな処置も必要になったりします。麻酔かけた検査になるけれども、週に1回ぐらい洗浄してお薬入れてって言って綺麗になるまで続けてなんとか完治に持っていきます。でもちろんそこまで進行してたら抗生剤だけでは治らないこともあるので、ステロイドっていう炎症を抑えるお薬使ってなんとか沈めていって完治に持っていきます。こういう病気って何回もかかるんですか？何回もかかります。外耳炎がひどくて中耳炎起こっちゃいましたよって、こうで中耳炎が軽度やったらしっかりと抗生剤飲んだりとか炎症を抑える治療すれば治ります。治っても耳を定期的に洗浄したりだとか外耳炎が起こらないように定期的にお薬を入れたりだとかっていうことをしないと再発してしまう子もいるので、中耳炎に1回なってしまった子は何ヶ月かに1回病院に来てちゃんと耳をチェックしてもらった方がいいと思います。なんでかっていうと中耳炎は症状が分かりづらいので患者さんが気づかないうちに進行してしまっている場合もあるし、重度になったら手術っていう選択肢も考えないといけないので早め早めの治療が大事です。耳の構造を私よく知らないんですけど、中耳は鼓膜の向こう側って言ってないですか？鼓膜の向こう側を洗うこともできるんですか？基本的に鼓膜っていう膜は薄い膜で外耳と中耳を隔ててるので、ここに穴が開いてなかったら中耳ってのは洗えません。もし中耳を洗浄しないといけないという状況だったら鼓膜にちょっとだけメス入れたりとかつまんできて少し破いて中まで洗います。もちろん鼓膜っていうのは再生する臓器なんで、一回やったりとか切ったりしてもその後ちゃんと炎症が収まれば綺麗にまた膜張ってきてくれるので、切って洗っても大丈夫。そうなんですね、鼓膜破れたら終わりみたいな言われなかったですか？鼓膜は再生します。もちろんすごく炎症起こってて再生することできないぐらいまでひどくなってるケースもあると思うけど、基本的にしっかりと炎症が収まれば鼓膜は再生します。外耳炎を絶対経由してから中耳炎になるんですか？いきなり中耳炎になることもあるんですか？いきなり中耳炎になることもあります。中耳にしこりができたりだとか中からポリープみたいなのができてしまうと中耳炎が先に起こってしまうケースもあります。今日は中耳炎という病気について詳しく解説させてもらいました。症状わかんないこともあるので耳かゆかったりだとか外耳炎起こりやすい子なんかは定期的に病院でチェックしてもらうことも大事です。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントもどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。